毎度自作ロッドのヒロボーです。1900年の初めの頃はバンブーロッドが使われていたみたいです。六角バンブーロッドはまだまだ作れませんが、普通のバンブーロッドを作りたいと思います。それでは皆さんよろしくお願いします。今回ロッドに使用する竹は地主さんの許可を得て3ヶ月ほど前にいただいた竹です。現状は3ヶ月乾燥させた状態です。それでは邪魔になる枝を大まかに積んでいきます。今回使用しているハサミは岡常さんの剪定ハサミになります。ヒロボー愛用の剪定ハサミです。こういう感じで枝を積みました。こちらの2本はいただいてからすぐに枝を積んだもので、こちらの2本が枝付きのまま3ヶ月間乾燥させたものです。これだけ色が変わってきます。どっちの方がいいのかは分かりませんが、とりあえず作っていきたいと思います。次に両備さんのルーターの先にダイヤモンドミニカッターをつけてカットしていきます。こういう感じでカットできました。同じように全部カットしていきます。こういう感じで枝をすべて落としました。今まで竹を貯めるのにこういったものでクイクイッと貯めていましたが、次回一平爺さんのような溜め木を作ってみたいと思います。それではご視聴おきに。バンブーロッドを使ってする釣りはとても面白いので、皆さんに超おすすめになります。折れるかもしれないし折れないかもしれないところがめちゃくちゃ楽しいです。